はい、どうも、ラキです。昔、限定鬼ごっこっていう遊びをデボン海洋博物館のガラスのとこでやったんですけど、あの時は、まあ、人状態で歩く。ガラスの上を人状態で歩いて、まあ、ローラーから逃げろって遊びなんですけど、今回はイカ状態でもできんじゃないかなと思って、イカ状態で逃げるガラスの限定鬼ごっこやろうと思います。まあ、ざっとこんな感じですね。まあ、写真とか動画通りで。まあ、あらかじめ撮ったこんな感じでやっていきたいと思います。では、行きましょう。やりましょう。やりましょう。テンション上げたぞ。行くぞ。寝てないぞ。いやー、久々やるから緊張する。始まってしまった。いや、なかなか久しぶりだよね。多分半年ぐらいやってないんじゃないかな。限定鬼ごっこ。まあ、しかも、今までやったことがないイカバージョンだから。もうずっとこの状態だからね。みんな頑張りましょう。あー、仲良く並んで。ちょっと気持ち悪いけど。集合体で、ちょっと気持ち悪いけど。頑張りましょう。あ、鬼もね、ちゃんと。ダイナモローラーって一番遅い武器で来ましたね。ただ、いや、明らかにダイナモローラーが早いぞ。いやー、だよね、だよね、そうだ、早いよね、あれ。俺のとこ来てるか？怖い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 。でも、あ、インクなくなった、落ちた。ラッキー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 。やった。オーケー、なんか久々だけど、思い出してきたぞ。ただちょっと逃げ方も、あったんだよ。こういうとこをうまく使っていかないと。うわー、持ってかれたけど落ちたね。いや、ダイナモ意外と行きづらいのか。でかいから、ジャンプした時に当たって落ちちゃうんじゃないかな。このバルーンに。ただイカ状態で隠れられるから、バレてないかな。あ、今度味方が落ちた。ってことは、俺一人だ。もう取り残された。おい！そう、これができるの、跳ね返せるの。あ、インク回復してますね、ダイナモ。インク切れるの早いからな。よし、これ跳ね返したい。これができるの、すごい。ただ、時々ミスると引かれちゃうから、タイミング間違えるとダメなんよな。いや、待って、あー、引かれた！くそー！はい、2回目。ちょっとダイナモ強すぎないか？インクが早く切れるとはいえ。やっぱ速さ的にはダイナモの方が早いから。あ、これ多分みんな生きてたらいいんだろうね。一人になっちゃったからさ。残されてしまったから、もしかしたら、やられちゃったとかあるかもしれない。みんなで逃げたいね、みんなで。ちょっとまとまった方がいいんじゃないか。もう死ぬ時も一緒だ。まとまって死ぬ時も一緒だ。それでいいんじゃないか。やばい、やばい。めっちゃ早い。おお落ちた。鬼が落ちた。危ない。左から行こうとしたら、あ、いや、そんなことなかった。左から来た。ここでうまく、あ、なんか、動機ずれ。やばい。ぐぅはい、間違えしました。すぐ死んだから3回目。一瞬で死んじゃうね、今ね。なんなら、待ち時間の方が長かったからね。逃げる時間より待ってる時間の方が長かったから。今回は、逃げる時間が長いといいですね。いや、でもこの光景もね、ちょっとね、見飽きてきたね。これ4人で、4人って言っていいのか。4匹で動くね。あ、で、毎回ここ、あー、でも鬼落ちた。結構落ちるね、ダイナモ。飲酒運転してんのかな？ふらふらして動いてんのかな？ここ落ちるか普通。普通落ちるかこの。いや、狭いけど、落ちるか。ちょっと見とこう。ほら飲酒運転してる絶対あいつ。あの台のも飲酒運転してますよ。今、飲酒運転あれですよ。罰金3倍ぐらいになりましたよ。最近。そういえば。なんか今までより。あとあれだ。携帯を見ながら運転するのも。ダメです。しながら、見ながら運転ですね。あれやっちゃダメです。やばい、来た、逆に俺だけ生きてた。うわー、あいつインクダイノロのこと殺しやがった。マジかよ。